というわけで、私は本日の準備をしてまいりたいと思います。ゴーゴー。なんか土曜日昼って何していいか分かんないですよね。顔を明るくしていきます。とりあえず今日は最低限のなんかナチュラルメイクに仕上げていきたいと思います。お昼ご飯食べ過ぎて眠いです。寝てください。眠かったら寝てください。バチバチにはしないよね。バチバチにはしないね。相当なことがないと休みの日にバチバチにはしないね。なんならすっぴんで出かけたいくらいだもんね。なぜすっぴんで出かけてはいけないのですか？でもなんかすっぴんより実際メイクした方が肌の治安はいいまであるよね。だからスキンケアってこと？スキンケアってことなのかな？スキンケアだ。なんか夏とかは冷房から守ってくれるし、冬は乾燥から守ってくれる。だからなんかメイクした方がいいんだと思う。今日は日向祭りが放送されます。はい、ぜひ聞いてください。先週は多分意味が分からなかったと思うので、今週は結構真面目に、日向祭りやっております。マッシーがねゲストでね来てくれるんだよ。はい、最近マッシーとさ過ごす時間がすごく増えてよく話す。先週の日本舞踊面白かった。よかった、ありがとう。同い年だしいいわね。そうマッシーと同い年の。まあこんなもんかね。なんでだろう、すごく寝たのにさ、すごく寝たからからかな、寝たからからかな、なんか顔色がいまいちだな。寝たからからか。日本語おかしい。ウォッチング見たら意味わかりました。ありがとうございます。よかった。ウォッチング見ないとちょっと日本舞踊の回は特に分かんないよね。でもすごいやってる分にはねめっちゃ楽しかったんだよ日本舞踊。なんか体動かせるとやっぱりテンション上がるよね。パーマかけてるな。パーマかけるんだ。どんな感じになるんだろう、めっちゃ楽しみ。早く見せて。寝すぎると頭痛くならない？体が重くなるよね。そうでもなんか今日はすごい夢見て夢見てね、めっちゃすごかったんだよ。ひなた螺旋丸出せたの知ってる？螺旋丸ってあのナルトの技なんですけど、はい、螺旋丸出して敵を倒してなんでそんなサバイバル的な夢見てたんだろうって感じなんですけど、そう、あとあの地形も変形させちゃってはい、なんか山で戦ってたのさ。そう
で山で戦ってて、そしたらなんか上から敵来て、で日向は螺旋丸放出して一発目はかすったんだけど、二発目は命中してなんか敵のトラック爆発させてて、えまずすごいじゃんそこでまずすごくない？でもなんか結構境地に追いやられてて自分が、だからこれ全然話分かんなかったら本当にごめんなさいね。あのソードアートオンラインっていうアニメって言えばいいのかな、アニメ好きなんですけど、なんか地形をね変形させられる女神アカウントがあるんですよ。なんかそれみたいに地形を変形させて、でなんか土砂崩れが起きちゃって山で、なんかその土砂崩れは止められないから、やばい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 ってなって一生懸命山を下って、で助かるっていう夢見ました。はい、すごくないですかこの夢。こんなファンタジーの夢なのに一生懸命逃げてるんだよ。アクション、はい、すごかったですね。まさか私にあんなことができるなんて夢にも思わなかったです。そんなに覚えているのもすごい。確かに確かにね、でもなんか結構起きてたんだよ。結構起きてたとはって感じだけど、結構起きてたのさ。私最近どんな時間に寝ても朝9時半に起きるんですけど、遅って感じですよね、はい、朝9時半に起きるんですけど、まあ、9時半からだいたい2度寝3度寝を繰り返すんですね。ねえ、なんかまあ今日はそれで結構はって起きれたんだけど、まあ予定通りムニャムニャしてたら、まあ、そのような強めな夢を見ました。朝活せんと、いやそれね、朝活したいよね。わかるわかる、したい。えでも皆さん朝起きてまず何します？なんかさ、外出るのって結構ハードル高くない？朝起きてから。あとさ、髪の毛もさボサボサだしさ、なんか髪の毛短くしてデメリットだなって思ったことがあって、なんか髪の毛短いとさ、朝起きた時さすぐわかるじゃん、この人寝起きなんだなって。そう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 。でもロングの人はさ、なんか髪の毛長い分さ、なんかちょっとごまかせるっていうか、なんか一本一本の毛がさ長いからさ、ちょっとごまかせるじゃない。だからなんかその外に出るまでのハードルがロングの方が低いなって思ったの。そう、やっぱひなたんクラスになると自信持って生きてるのかな。生きてないですよ、全然全然自信持って生きられていません。はい、自分に対する自信ってどこから湧き上がるんだろうね。やっぱり成功体験かな、何なんだろう。でもその人によってさ、その何だろう、価値をさ見出せる場所とかさ出来事ってさ全然違うと思うからさ、難しいよね、一概に言えないよね。すごいなんか難しいこと言ってるじゃんね。爆発してるの？爆発してるよ。だってさ、もうさ、ほら今見てください、何もしてない寝起きの状態なんですけど、こことここさくっつけたらさ顔と同じさ大きさなんだよ。爆発してるよこれは。この幅、この片方と片方合わせたら顔と同じなん。だから顔一個分広がってる。シャワー浴びて寝癖直してるって、ねえわかる。そこまでさしないといけないってことでしょ。でも起きたての私にはその労力
はないのよ。そこまでやれる元気はないのよ。なんて言ったってお布団から出るのに2時間かかってるのか。そう、でも布団の中で今日は朝読書して、まず最初にSNS チェックして、で一通り終わったら TikTok 見ちゃって、まず TikTok で時間を溶かすっていうさ、声がさあんまりさよろしくないね。でもなんか TikTok は、これ完全に言い訳なんですけど、最近というか今 TikTok 自分のアカウントでやってるので、何の曲が流行っているのか、はい、定期的にねチェックする必要があるので、その作業を朝やっています。で、布団の中で読書して、でなんかいきなり思い立って作り置きの料理作って、掃除して、でそろそろ家出るための準備するかと思って今ここ今こここちらになります。TikTok でジャンボリミッキー踊ってほしい。ああ、いいね、ジャンボリ。ジャンボリ踊りたい。明日かな、撮るとしたら。今日はね、そんなメイクは濃くはいたしませんので、濃くはいたしませんので、しっかり適当にやらせていただきます。ナチュラルに作りたいんだよな、今日は。山の国好きなんですか？はい、すごく好きです。大好きです。山の国はね、ちょっとね、すごく通ってました。 AKB のお仕事をしていた頃、年パス持ちだったので、はい、ショーだけ見に行ったりとかしてましたよ。これナナミからタンプレでもらいました。めっちゃ綺麗なベージュオレンジみたいなチーク。今日はこれを塗っていきたいと思います。チークって本当に変えたりしないんだよな。そう、だからチークタンプレとかでもらえるのめっちゃ嬉しい。あとチークブラシももうそろそろ新しくしたいんだけど、なんかね、私ポーチを1個にまとめたいから、ポーチに入る感じのやつがいいんだよね。もうこれかれこれ2年くらい使ってる。もうそろそろ変えた方がいいよね、絶対。おっしゃ、もうここまで来たら終わったも同然。ありゃ、あ、こっちに置いてありました、ビューラー。物持ちいいね。そうなんです、私物持ちいいで有名なんです。小学校1年生の春から使ってる下敷きを今も使っています鏡のお家も、そう、この鏡もずっと使ってる。そう、なんかね、
これっていうのが現れない限りずっと使っちゃうんですよね。え、めっちゃいい人じゃない自分で言うあたりがあれだけど、うんうんうん、最近松育を始めたんですよ。まつげ育成、はい。なんか去年くらいからまつげパーマをかけ始めたんですけど、なんかそれと同時になんかまつげがね、なんかあんまり良くなくて、はい、なんか何もしなくても結構長くて太いのが取り柄だったんですけど、なんか長さも微妙になってきちゃったから、ちょっとこれはなんとかどげんかせんといかんと思って、最近まつげ美容液をしっかり塗るようにしています。といってもまだ3日くらいしか経ってないんですけど、でも左のねまつげをねとにかく伸ばしたくて、そう、なんかね知らないけどね、左のねまつげだけがねめっちゃ切れてるのさ。だから左のまつげに念を込めていつもいますうん、綺麗になってくれない、左のまつげだけ。右はなんかいい感じになるんだけど、そうするとなんか左だけまっすからまっすから塗りすぎちゃって、いつもバランスが取れないんだよな。はい、あとでコームで溶かします。よし、いいかな、いいってことにしよう。おっこいしょ。そしたらアイラインだけちびっと引きます。目尻だけに。このアイラインももう結構寿命だな、早く変えた方が良さそうだ。完成。リップはこれ、これのなんかオレンジみたいな、今日はオレンジ系で、オレンジナチュラル系でいきたいと思います出来上がり、オッケー、オッケー、完成。皆さんお付き合いいただきありがとうございました本当にただこれだけの時間なんですけど、斜めに向かいに行ったはい、向かいに行くスタイルで私やらせていただいております。で、これから髪の毛やってお出かけします。お出かけって言っても遊びじゃないんですけど、頑張ります。というわけでランキング読みますね。13位ニレスさん、12位ノートンさん、11位ハイキーさん、10位コジラ
ワンタンさん、9位ツッキーアツサニーさん、8位日々ともひろさん、7位クッキーモンスターメガネさん、6位カッチさん、5位マッチンさん、4位シュンさん、3位ゆずきちさん、2位ゆきさん、1位ヨニオンさん、ありがとうございます。ありがとう、見てくれて。はい、なんか最近思ったんですけど、なんか長時間じゃなくても本当にちまちま配信していこうと思ってなので意識的に、はい、ちまちま配信していきたいと思います。なのでぜひフォローと通知をよろしくお願いします。あ、ちなみにこんな感じで配信していくから、あの見逃したって大丈夫だよ。あと TikTok の方でもあの配信するので、気づいたらぜひ遊びに来てください。 TikTok ライブは多分夜中のことが多いかな。多分夜食食べてると思う。はい、というわけでありがとうございます。じゃあね、バイバーイ。